ドラレコの SD カードの事故映像が消えてしまったと。でも大丈夫という話題でご紹介をしていきたいと思います。今私こういうデジタルミラードライブレコーダーっていうのを使っておるんですけれども、よくありがちなパターンといたしましてこちらになるんですけれども、でこちらが今 SD カードの容量となっておるんですけれども、多くの方が吊るしの状態でドライブレコーダーを使っている場合、これ全部で32ギガあるんですけれども、実際に今 5.9 ギガしか空き容量がないといった状況となっております。で録画がもう 22.6 ギガバイトということになっておるんですけれども、この状態で常にドライブレコーダーを回し続けますと、特に駐車監視の映像なんかもそうなんですけれども、見たい映像が上書きされてしまって、欲しい映像が後から見られないという場合っていうのがあるという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。そういった方にとって、うってつけな製品ということで、今回は、ソフトウェアになるんですけれども、フェノールシェア 4D リグというですね、ファイルをリペアできる製品のご紹介を本日はしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけたらと思います。でこちらが製品サイトになるんですけれども、テネオルシェアの 4D ディグという製品となっております。で Windows と Mac と両タイプございまして、今回私は MacBook 使ってますので、Windows 版でご紹介の方していきたいと思います。で例えばなんですけど、今回こちらのファイルでご紹介をしていこうと思うんですけれども、でこのファイルはパントゥルのドライブレコーダーの駐車監視時のプリレコーディング機能で使っているファイルなんですけれども、こういった夜間暗いところで駐車監視をしている状況下の中なんですけれども、車の周辺で、はい、今このように人が車を覗いたシーンというのが見えたかと思うんですけれども、こういった決定的なシーンの動画、これを今回消してみて復元ができるのかどうかっていうのをご紹介していこうと思います。このドライブレコーダーのファイルなんですけども、10月20日の20時35分のファイルになってるんですが、これがドライブレコーダーの SD カードなんですけれども、32ギガしかね容量がないものになってしまうと、もうすでにこれ見てください、この駐車監視のファイルはもう21日からしかデータが残っていないというような状況になっておりまして、すぐにね上書きされてしまうといった状況が出てくるということになります。なのでパソコンに取り込んだりするっていうケースっていうのがあるかと思うんですけれども、SD カードにデータが残っているから、別にパソコンに残ってなくてもいいから消しちゃえって言って、このような形で消してしまうという場合っていうのが、あったとします。こういったケースっていうのも私何回かあったことがあるんですけれども、これで復元ができるのかどうかっていうことですよね。そこをですね、実際に 4D Dig というソフトウェアを使って復元できるかどうかっていうところを皆様にご紹介をしようと思います。まずこちらのテノールシェア 4D Dig というアプリを開きます。マッキントッシュのハードディスクにデータが入ってたので、ここをクリックします。で、今回はドラレコの映像になりますので、ビデオにチェックを入れます。で、ビデオをスキャンということをしまして、今これスキャン中ということで出てるんですけれども、少しずつなんですけれども、このファイルというのが生成されてくるようになります。でスキャン中は待っていただく必要というのがあるんですけれども、途中でももちろんこのように見ることができると。で今回のファイルに関しては、この MP4 になりますので、MP4、こちらになるんですけれども、ここにフォーカスしてデータが復元できるかどうかということで、データ名の方を探していくという作業をしていけばいいということになります。で今スキャンしてますけれども、サムネイルとして見るということもできるようにもちろんなっております。今まだスキャン中ということになっておりますので、サムネイルとしては見れないんですけれども、はい、このようにサムネイルが展開されるようにもなると、いうことになっています。で、また名前の方に戻すんですけれども、名前自体私の方は覚えてますので、どのファイルかと言いますと、
ここのところなんですけれども、で、このファイルになりますので、で、これ自体を復元ということで、で、こちらなんですが、保存したいフォルダを選んで、今すぐ保存ということで。はい。で、復元されたファイルを表示するということで、はい、このような形で展開されて、はい、こちらのファイルになるんですけれども、はい、今、人物が映し出されているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、これ、先ほど冒頭で、この Mac のゴミ箱に入れて、空にするということで消したファイルになります。まあ、それが、この ODDIG というソフトを使うことによって、まあ、ファイルを復元することができると、まあ、いうことで、まあ、ドライブレコーダーのね、まあ、SD カードの中や、また、このパソコンと、まあ、誤ってファイルを消してしまった。まあ、先ほどの事例じゃないんですけれども、SD カードの容量が小さすぎて、SD カードの中にファイルが残ってると思って勘違いしてパソコン内のファイルを消してしまうといった、まあそういったことってね、あったりすると思うんですけれども、まあそういった場合でもファイルを復元すると、まあいうことができますので、安心材料になり得るソフトウェアと。今回このハードディスクに特化してご紹介したんですけれども、こちら SD カードでももちろんサポート対応しております。これスキャンしていただければ SD カードでももちろん復元することが可能ですし、iCloud、まあ、こういったものも使うことができます。で、さらに、高度な復元ということでクラッシュした Mac、それから高度な動画復元ということで、まあ、こういった機能もついていると。で、写真の修復、動画の修復。で、最後に大容量ファイルと古いファイルということで、まあ、こういったファイル自体をですね、まあ、分別するような機能、まあ、そういったものもついていると、まあ、いうことで、まあ、幅広くサポートしておりまして、まあ、復元率もですね、非常に高いソフトウェアとなっているということでお伝えすることができるかなと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。最後にこの ODDIG の価格設定についてご紹介をさせてください。で、まず一番人気、こちらは月間更新ライセンスということで、5980円税込み、ワンライセンス、ワン PC の価格となっております。で、これは Windows になっておりますが、MacBook も共通となっております。また、年間更新ライセンスになりますと、8980円税込みのワンライセンス、ワン PC の価格となっております。で、最後にこちらが永久ライセンスということで、12980円ワンライセンス、ワン PC の価格ということで、この金額をお支払いいただければ、永久的に使用することができるという価格設定になっております。ぜひ、こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方にも貼ってございますので、興味のある方はそちらの方ご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。